石安三条名店街、今回はオープンしたばかりのお店です。美味しいガレットのお店です。さあ、おしゃれな店内に入ってお話を伺いましょう。ボンジュー。ボンジュー。こんにちは。フランス語はここまでです。はい、お話を伺いますのはモルマン・オリビエさんです。よろしくお願いします。あの、この、なんて言うんでしたっけ、ブレッツカフェ。そうです、ブレッツカフェです。はい、オープンいつなんですか。4月の25日、26日でした。4月26日、はい、まだオープンしたてということなんですが、ですね、はい、日本ではこのお店は何軒かあるんでしょうか。そうですね、東京では6店もございまして、名古屋にも1店あります。そうですか、はいはい、ガレット、私は1回か2回食べたことがあるんですが、まずガレットってどういうものなんでしょうか。ガレットというのは食事としていただけるそば粉からできている食べ物です。はい、昔からフランスのブルターニュ地方で伝統的な、名物ですね。はい、ブルターニュというとブルゴーニュとか、こうワインの産地は皆さんよくご存知だと思うんですけど、ブルターニュ地方ってどのあたりでしょう。ブルターニュというのはフランスの北西部にありまして、パリからだいたい3時間でモンサンミシェル、有名なモンサンミシェル、有名ですね、すぐ近くなんです。そうですか、はい、そばとフランスってなんか、フランスにおそばっていう、そんな感じなんですけども。そうですね、まだよく知られてないかもしれないんですが、そば粉はブルターニュ地方では300年前から、あります。で、昔からそのフランス人も、そば粉を、ガレットとして食べています。そうですか、はい、はい、それではこのブレッツカフェさんのメニューご紹介いただきましょう。ちょっと、近くに寄ってお話を伺います。まずランチタイムとか夜は、これ食事用のガレットですか。はい、食事用のガレットで、そば粉からできていて、その中に卵、ジャンボン、チーズなどを入れます。あとカマンベールチーズだったり、カニ、いろいろあります。トマトとかジャガイモとかいろいろ選べると。あ、クラブもありますね。そうですね、カニもあるんですね。はい、はい、先ほどいただきましたけども、本当になんかあっさりして、京都の人の口に合うなっていう、そんな気がしました。ありがとうございました。はい、それからデザートタイムのメニューもあります。ぜひ皆さんも欲しいなってはいかがでしょうか。オリビエさんとお話ができるかもしれません。ありがとうございました。ありがとうございました。お待ちしてます。